こんにちは、ツンダモンなのだ。その1では、クローバーで Windows 11とベンチュラの UR ブートにできたのだ。まだ見ていない人はそこから見てほしいのだ。さて、今回はオープンコアに対応させるためにオープンコアの ACPI 0.8.8 で UR ブートにするのだ。まず前回まで済んでいるので、クローバーがきちんと SSD に入っているのが前提なのだ。まずアルファさんが用意してくれたオープンコアをインストール USB メモリに入れるのだ。クローバーの EFI は名前を変えて取っておくのだ。このオープンコアでブートして EFI シェルというのを動かして Windows のある SSD の名前を突き止めるのだ。F12 ポチポチしながら電源オンでブートするのだ。ここで USB メモリーインストーラーに切り替えて、これが EFI シェルなのだ。SSD ドライブのパーティションを指定しながら LS で見てみて、 CD でフォルダを開いていって突き止めるのだ。マイクロソフトが出てきたのだ。これが Windows のブート場所だったのだ。このコマンドで SSD の名前をこの場所に書き出しておくのだ。このままベンチュラを選べばちゃんとブートもできるのだ。次に、このオープンコアをセットアップするためにオープンコアコンフィギュレーターをインストールするのだ。使うのは 0.8.8 のモッドなので、ここで設定しておくのだ。Thank you.
USD にあるクローバーは消してこのオープンコアを入れるのだ。この前の動画で作った PMLファイルをクローバーからコピーしてオープンコアに入れるのだ。さっき EFI シェルで探した SSD 置き場の名前を出して表示させるのだ。使わない EFI パーティションを切り離してから Open Core Configurator で Config Plist を設定し直すのだ。このエントリーズに Windows をセットするのだ。まず SSD の場所はこれでいいのだ。残りの部分はアルファ3のところからコピペするのだ。この EFI が Windows をブートしてくれるのだ。表示名を入れてるのだ。Enableにチェック。セーブしておしまいなのだ。次はシリアル番号などを振り出し直すのだ。SSD のオープンコアをコンフィギュレーターで開いて、からデータハブを選んで指定し直すのだ。最後にセーブするのだ。さてこのままでは Windows のアイコンが出ないのでちょっと工夫がいるのだ。まずアイコンファイルをオープンコアからコピーして、この EFI パーティション直下にこの名前で入れるのだ。Thank you.
これで全部終わったのだ。こんな風にアイコンもきちんと出て、ノーエイ CTI のいいところは、Windows を選んだ時にはマザーボード情報を変えないところなのだ。これで全部おしまいなのだ。業務用なのでカメラがないけど、Wi-Fi と Bluetooth はちゃんと使えるのだ。電池もそんなに悪くないようなので、とってもいい感じなのだ。皆さんも頑張ってほしいのだ。長い間見てくれてありがとう。